今日はですね、モスバーガーが690円で黒毛和牛バーガー100万食限定で出すということでですね、これに関して解説したいなと思っております。ご存知の通り、黒毛和牛は日本産の和牛のですね、90% 以上、もう 97-8% ぐらいですかね、黒毛和種。黒毛和種と言われている和牛のことをですね、黒毛和牛と一般的に呼んでおりますけれども、まあ、ほとんどが黒毛和種の、黒毛和牛であるということですね。こちらの方ですね、350頭かき集めて100万食限定のヒレ肉とかロインの肉とかマサロインとかですね、リブロースとかそういったところも入っていると歌っている黒毛和牛 100% パティを使ったハンバーガーをですね、690円でなんと出すというですね、まあ僕たち和牛マフィアとかですね、そういうブランドを作って日本の黒毛和牛を高く売ろうとしている人たちからすればですね、なんだそのうんこみたいな安い価格は何なんだっていうふうに、ちょっと言語道断だなっていうふうに思いまして、まあもちろん一民間企業さんがやられているお話なので、まあ勝手っちゃ勝手なんですけれども、まあ正直これ和牛のためになるのかと、黒毛和牛とかそういった業界に関わるほとんどの人たちが損をする施策なんじゃないかと思いまして、モスバーガーさんだけうまくいけばいいって話であれば、別はそれはそれで勝手だろうが、正直ちょっと言わせていただきたいなというふうに思っております。これは350頭でですね、この690円かける100万食、これを割るとですね、1頭あたりの金額がですね、大体見えてくるんですけれども、まあ690円これすべて原価ではなくですね、当然、まあ中にはですね、これ原価すべてかけてると、マイナス覚悟でやってんじゃないかって話がありますけれども、さすがにね、100万食690円というとですね、それなりの金額なのでですね、さすがにマーケティングコストで全部吸収することはできないだろうなというふうに思います。そうするとやっぱりですね、これ、1頭あたりの金額、普通の原価率3分の1ぐらいだとですね、57万円ぐらい。原価率をですね、採算度外視でかけてたとしても100万円かけられないんじゃないかと、1頭あたり。というふうに考えております。それを生牛でやるわけですね。もろもろ考えてもですね、やはりですね、かなりダンピングして買ってるに違いないと。正確なことはわかりませんけれども、まあ、例えば、今回のコロナの、新型コロナのですね、影響を受けて、廃業しちゃった、肥育農家さんから、痩せこけた牛を買ったんじゃないかとかですね、経産牛、多少コスト安くなりますので、まあ、経産牛といってもですね、子供を産めなくなった母親の牛、まあ、こちらに再度1年から2年ぐらいですね、餌を食わせて、肥育させて、出荷している牛、でもこれでもですね、やっぱりコスト、結構なコストかかります。なのでですね、どう考えても、そうやってダンピングしてですね、安くかき集めた牛をですね、ミンチにして出すと。いうのはですね、和牛全体のブランディングからしたらですね、本当に困った、やめてほしいというふうなことなんですね。どこもそうなんですけれども、自らこれ、和牛というのはですね、世界で一番美味しいと言われている牛肉の中でもですね、ピラミッドの頂点にあるようなトップ 2-3% ぐらいの牛なんですけれども、これをですね、あえて日本で国産の和牛、黒毛和牛をですね、わざわざ690円にダンピングして売る、米ドル、アメリカドルにしたら5ドルですよ、たったの。5ドルで世界最高峰の和牛を食わせるって悪化じゃねえのって思います。正直。なんでそこまでダンピングして売ってるんですかと。例えば、フランスのシャンパーニュ地方にシャンパン、まあシャンパーニュって言われるようなですね、スパークリングワインありますけれども、シャンパン1本5ドルで売ってますか？そういうことですよ。本当にね、わざわざ国の宝、日本の宝である黒毛和牛をですね、日本を代表する、まあ、僕も大好きなハンバーガー屋さんであるモスバーガーがですね、安売りをすると。寂しい。せめて1000円以上で売ろうよ。1000円でも僕は全然安いと思いますけど、日本はね、デフレになりすぎて、こんな美味しい、お肉をですね、わざわざダンピングして売ると、これも生産者さん、モスバーガーの従業員さんもそうなんですけど、みんな給料上がんないよ、収入増えないよ、その辺ちょっと考えて、価格設定690円って安すぎ、マジで安すぎ、本当に考え直してください、モスバーガーさん。ということで、いってらっしゃい。